東京タワー展望台への来場者が1億9000万人に達し、記念の式典が行われました。1958年に電波塔として開業し、年間およそ220万人が訪れていましたが、コロナ禍では一時およそ10分の1に減少していました。現在は海外からの来場者も回復し、節目となったのもアメリカのシアトルからコロナの影響で5年越しの新婚旅行で訪れた夫婦でした。